はい、もうこんにちは。この頃安いお弁当シリーズをねやっていこうかなと思って考えてます。西友でニーキュッパのお弁当あるんですよ。これねニーキュッパでニーキュッパが今ね主流になりつつある、安いお弁当といえばニーキュッパっていう感じで、どこもねニーキュッパのお弁当揃えてるんで、ニーキュッパのお弁当、まあこれからねいろんなとこを、回れる範囲で回って紹介していこうかなと思うんですけど、今回はねちょっとお腹空いてるんで3キュッパのね特盛りのちょっと量多いタイプで 20% 引きなんでね、今回ちょっとごめんなさい、僕の都合でこれ食べさせてください。揚げ物が結構乗ってるやつね。西友です。チンします。はい、じゃあね食べていこうかな。これ見るとご飯が国産米で、ささみフライ豚ヒレカツで、ハンバーグ、鶏唐揚げ、ナポリタン、マカロニサラダ、卵焼き、デミグラスソース、うんたらかんたら。ささみフライ豚ヒレカツハンバーグ、ささみフライ豚ヒレカツハンバーグね。ハンバーグの中身が何かわからない。ソースはいらない。うまそう。あ、米が結構ボリュームある方だよね。ちょっとね気持ち大きいサイズかな。ちょっとワイド、セミワイドくらいの弁当サイズですね。特盛り気持ち大きい。よし、じゃあいただきましょうかね。まずヒレ、ささみチーズが入ってたりしますよね、大体こういう形のやつで。でも多分どうかな、食べてみよう。チーズは入ってない。やっぱささみなんで非常にあっさりしててね、あっさりしてるけど衣に味がついてるから、おかずにはなる。食感は多少ゴムっぽいけど、気になるようなそこまで悪い食感でっていうわけではないです。ちょっとボソッとしてるんだけどね。この断面見てもらうと分かると思うんですけど、なんかちょっと乾燥してる感じが分かります。蜂の巣状というかなんというか、そういうわけで僕らが想像するプリプリのささみ、あれをただ単純に揚げたっていう感じじゃないですね。スナックっぽい、なんかささみ、スナックささみっていうそんな感じ。これは時間が経ってるからかもしれない、もしかすると。多分そうだと思うんだよね。そうじゃないとでチンしたから、多分チンしたからこんな感じになっちゃってると思うんですよ。もともとは多分こうじゃないと思うんだよね。でヒレカツ、うまい。脂のある部位のヒレ、ここら辺とか脂肪なんですよ。脂のあるヒレだから非常にうまい。うまい。おかずになる。このヒレカツはね厚みがあって食べ応えがあってね、これはいい、これはいいわ。いいです、このヒレカツうまい。でハンバーグね、多分鶏でしょうね。デミグラスソース、何の肉か分かんないけど美味しい。デミグラスソースがかかってお弁当に入ってるハンバーグっていう感じ。全然美味しいですよ。美味しい、美味しいんだよね。鶏肉だろうがさ、豚肉だろうがさ、よっぽどつなぎ入れなかったらさ、デミグラスかかってたらもう美味しいの。ほんとこのね岡山の米クソだわ。ほんとにクソ、ほんとにダメだ。別に岡山の米が悪いっていうかさ、俺が買った米が悪いんだよね。そういう米を買っちゃったんだけどさ、いやよく読まないとダメね。いやちゃんと書いてあったんですよ、ダメな米ですよってね。だからね、岡山の米が悪いわけじゃない、うん、どこの米であってもね、こういう米は、まあ、存在するでしょう。いただきます、次唐揚げいただきましょうか。うんうん、もも肉を使って香りもしてね、美味しい、いいです、うん、全然いい。味もそっけもないっていう鶏の場合もあるんですけど、この唐揚げは美味しい。鶏の匂いする、鶏の匂いと、まあ、各種スパイス、うん、美味しい。ナポリタン、出かけてったかな。うん、美味しい。マヨネーズ、卵ね、うん、見た通り。あ、結構しっかりした卵の味する。お寿司屋さんの卵の味がすごいする。うん、卵の味すごいするね。うん、美味しかった。やっぱヒレカツが一番いいな、この中だと。ヒレカツがやっぱし、あ、でもささみがちょっとあれなだけで、ヒレカツもうまいし、ハンバーグもうまいし、唐揚げもうまい。家に持って帰って食べるっていう想定だったら、声優のニーキュッパのねお弁当はね、さっきちらっと見せたヘルシーなやつと、あとはね肉じゃががあるんですけど、お腹いっぱいになるんだったらね、やっぱおかずがちょっと足りない、ニーキュッパのやつは。だから声優で、まあ、成人男性が満足するくらい食べる。もちろんその米追加ありでっていう条件考えると、まあ、3キュッパのこれだよね。うん、こっちだと思う。まあ、2キュッパのね方も紹介するんでね、お待ちください。というわけで3キュッパのね声優のお弁当でした。ああ、さよなら。